毛畑畑は棒などの先に束ねた布やビニールや羽などを取り付けた清掃用具の一種である。布を取り付けたものは布は焚き、羽毛やビニールの糸を取り付けたものは毛畑と呼ばれる。ホームセンターなどで購入できる。かつては雑巾同様、使い古した手ぬぐいなどの古着れを棒に取り付けて再利用していたが、近年では見られなくなった。 近年では、掃除機の先端に取り付けるアタッチメント型のものや、静電気を用いて、ホコリを集める、応援機器専用の畑などがある。積もったホコリを除去するときなどに使われる。使用時には窓を開ける。ホコリは拭き取るのが望ましい。布団たたきのように激しく動かして、ホコリを立てて除去するのは、好ましくない。床に落ちたホコリは、後でほうきで吐き取る。また、 用もないのに店に長居する邪魔な来店者への威嚇にも使われていた。店主もしくは店員は掃除を装いながら客の顔先で畑を激しく動かし来店者に居心地の悪さを感じさせて店から追い出すことを目的としている。こうしたシーンはドラえもんなどをはじめとする漫画作品でもよく使われている。ありがとうございます。